いらない。だってミスリルの杖って私が持ってても使えないもん。売れば、もっと装備を充実させようとか思わない？うん。なんでそんなに物欲ないかな。物欲ってこんなとこで。とにかく僕はいらない。じゃあとりあえずもらっとくけど、ここのお金がパチンコみたいに本当のお金に変えられたら言うことないんだけどね。司がいるから稼ぎ放題じゃん。バカっぽい。そしたらカバン買うんだ。こないだ一目惚れ。カバン？どんな？メッセンジャーバッグ。ドイツ製でリサイクル素材なんだって。でもうすごいおしゃれなの。今んとこ下北のお店にしか入ってないんだって。どこだろう。南口かな。司って東京の人？え？下北沢知ってんだって思って。それと標準語じゃん。ごめん変なこと言ったね。まだいい？え？時間まだいられる？あ、そろそろかも。そっか。つかささ、ご飯とかは？お腹減らない？別に。眠いとかは？痛いのとか匂いはあるって言ってたじゃん。眠らなくてもいいみたい。たまに意識飛ぶことあるけど、寝てるのと違う感じ。それって…まあ、なんとか。そう。寝ないと明日あるんだし。うん。風呂入れよ。え？歯磨けよとか。うん。じゃあまたね。スバル様。はい。何か。いいえ、何でもありません。印鑑。はい。もし誰かが面会を求めてきたら、その旨メールしておいてください。それが誰であっても。わかりました。その旨徹底しておきます。お願いします。おやすみなさい。なんで？
南口？そう言ったのか。言ってたよ、昨日。だから下北知ってんだって思って。東京、井の頭線、京王線、小田急沿線、あるいはその周辺。まあね、決めつけるのもどうかと思うけど、普通はその辺かな。だったらどうなん？もしかすると。うん。すまん、今日は落ちる。何それ。後でまた来る。後っていつだよ。もう。どうして。倒れた時期、その時の状況、患者の生活範囲、傍傷は少なくない。おそらく間違いないと思う。あの子が司なんだ。で、その病院での大騒ぎというのはどうなったんだ？発見が早かったんで、大事には至らなかったらしい。もともと弱い自発呼吸はあったそうだ。人工呼吸器が補助的なものだったのも幸いしたんだろう。しかし、それは殺人未遂じゃないのか？心神耗弱の上での錯乱ってところだろうな。問題の患者は運び込まれた時に体中にあざがあったそうだ。嫌な話だな。まったくだ。そんな事情もあって病院も手を焼いているってのが現状だ。どうしてその話を私に？俺一人で抱え込むには話が重すぎたかな。ここだけの話にしといてくれ。特にミミルには知ってほしくない。言わなくても分かってると思うが、もしその子の全てを背負い込む覚悟がないなら、これ以上深入りするのはやめておけ。その方がお互いのためだ。なあベア、司がログアウトできずここに留まっているのは、ことによると本人の意思なのかもしれないな。ん？そんなバカなことがあってたまるか。おかえりなさい、司さん。外は楽しかったですか？外ってねえ、司さん。人魚姫のお話を知ってる？何？王子様に会うために美しい足を得る代わりに声を失ってしまったお姫様、海から出ようなんて思わなければよかったのか。そうは思わない？だってそうしなきゃ王子様に会えなかったから。でも王子様は別の人と結婚して、人魚姫は光の泡になって消えてしまった。かわいそうな人魚姫。愚かだね。わかんないよ、何言ってんだか。そう、わからないの。
あなたがここに留まるのは、あなたと私とその子と私たち3人で、誰にも脅かされることなく穏やかに笑みを絶やさず過ごせ。でもこの子、司がどこか遠くへ行ってしまいそうだったから、あなたの代わりに縛っておきました。どこにも行かないように。そんなのおかしいよ。それだったら僕を。司、あなたはあのクソみたいな世界に帰りたいのですか。迷っているのね。うん、迷うことなんか。あなたはいい子ね、司。よく考えなさい。あなたのいるべき場所はどこなのか。私はあなたの味方です。共に歩む限り、私はあなたを守ります。君も行っちゃうの？みんないなくなっちゃう。オフ会で会った時にも言ったが、俺とお前を結びつけている接点はキー・オブ・ザ・トワイライトの探求、ただ一つ。今の話がどう関係する？探求には二つの焦点がある。そうなのか。多分な。それはまた心もとない話だな。まあ聞け。一つは捉えどころのない BBS の書き込み、そしてもう一つは司の存在だ。キー・オブ・ザ・トワイライトがシステムに反するのと同じく、司のありようもまたシステムに反している。この両者が無関係とは思えない。いいだろう、意義はない。だがそれでどうなる？司も監視下にあった方が都合が良いと、そういうことだ。無理だ、そこまでは手が回らん。そうだな。全てを自分一人でやろうとすればそうなる。クリム、適材適所という言葉を知っているか？スバルを利用するつもりはない。だからといって彼女の自由意志に任せるという選択肢までも放棄してしまうのはどうかな。ここにはよく来るのか？あ、カリム。司のことが気になるらしいな。おいおい、どうしたどうした。高位の騎士団のスバル様がそんな顔をしてては騎士の士気に関わるぞ。あなたの騎士団を去ったあなたの前でさえ、高位の騎士団のスバルでいなければなりませんか？騎士団がそんなに重荷か？として。だったらやめてしまえ。またそんなことを。だって俺だから。どうしてここに？もしかしたらと思って来てみたらドンピシャだったんで、ちょっと困ってる。司のことですか？俺には苦手な話なんだがな。納得いかないな。だから勘違いだったんだって。何をどう勘違いしたのか教えてよ。リアルの司のことだ。突き止めたと思ったんだがな。違った？司は連絡したんだろ？あー、なんかね、返事ないんだ。うん、連絡取れなくなる場所とかあんのかな。一人の時ってどこで何してるんだか教えてくんないし、
まさかまたおこもりさんになっちゃったわけじゃないよね。そうだな。どっかで揉めたって話も聞かないし、機嫌良かったんだけどな。どうしちゃったんだろう。ん？スバルからメッセージだ。ちょっと行ってくる。マクアヌ、私も行っていい？いや、司と行き違いになると困る。ミミルはここで待っててくれ。そっか、そうだね。その話を誰から？クリムです。司は危険な状態なのでしょうか？すぐにどうこうということはないと思う。しかし意識のみがネット内にとどまっていることと、肉体が植物状態であることとは決して無関係ではないと思う。司がログアウトできたとき、肉体が意識を取り戻すのかどうか、正直言って俺にはわからない。それでもできるだけ早くあいつはリアルな世界へ帰ることが望ましい。それだけは確かな気がする。そうですね。私に手伝えることありますか？機会があれば話し相手になってやってくれ。彼と何を？ん？何だっていいさ。おしゃべりなんてものはそんなもんだ。あまりしたことがないんです。それはなんだか司もおしゃべりが苦手そうですね。じゃあまた明日。おお、来た。おお、どうしたん？なんかあった？別に。ならいいけどさ。うっそ、なんもなくないじゃん。なんでそんなになったの？ミミルには関係ない。誰かにやられた？違う。自分でやったの？なんで言えないこと？言いたくない。痛む？うざいよ、もう。なんだよ、それじゃ前に逆戻りじゃないか。司、言いたくないならだんまりでもいいけどさ、逃げるのはやめようよ。逃げるって何から？うん、こういう話って本当はベアが得意なんだろうけど。ミミルだって今説明するのを逃げようとしなかった？あ、うん、そう言われちゃうと困っちゃうんだけどさ。ほら。違う、そうじゃなくて。司、分かってて言ってる？もう行くね。待って、まだ話は終わってない。司、スバル、なんだって？その話はまた後だなあ。司、実は俺たちもキー・オブ・ザ・トワイライトを探してみようかと思うんだが、どうだ？キー・オブ・ザ・トワイライト？システムを超越する伝説のアイテムだ。ひょっとするとそいつが司がログアウトして現実に帰る鍵になるんじゃないかと思ったな。なあ司、お前がいるべき場所はどっちだ？司、よく考えなさい。あなたがいるべき場所はどこなのか。いつまでもネットの中にとどまるわけにもいかないだろう。あなたはあのクソみたいな世界に帰りたいのですか？司さん、僕はWhen all my songs fade in vain, fly my voice.
魚姫は僕で、ここが、このゲームの中が海ってこと？母さんが言いたかったのってそういうこと？現実に帰ってもいいことないって、だからここにいろって。そう、そうなんだ。